レリアー感謝しますこんにちは、えー、今日も、えー、共に神様から私たちに語られている言葉共に聞いていきたいと思います。一言祈ります。愛する神様、あなたのみなを賛美します。あ今この配信を見てくださる一人一人に神様、あなたが語ってください。あなたの愛を注いでください。 そして御言葉を悟ることができますように、そしてそれを行うことができますように、そして私たち一人一人を通して、神様あなたの素晴らしい御業がなされていきますように、主よ、あなたが力強く働いてくださることをお願いします。あなたに期待します。イエス様にあたりなります。アメン。レリア感謝しますえ。今日はですね、四周期の4章から、えー、共にですね、見ていきたいなと思うんですけれども、 この四式の4章あではなかった四式の三章,、ね、章から見ていきたいんですけど今日は、えー、そうですね神様の試練神様からの試練について少しはん、うん、この箇所からですね見ていきたいなと思います。 四、えー、式三章、えーそうですね、一節から読みします式章節次が主が残し取られた違法の民である主がそうされたのはカナンでの戦いを全く知らないすべてのイスラエルを試みるためでありただイスラエルの次世代の者特にまだ戦いを知らない者たちに戦いを教え知らせるためであった すなわち、ペリシテ人の5人の領主たち、またすべてのカナン人、シドン人、そしてヒビ人である。ヒビ人はバーヘルヘレモン山からエボハマテにまで及ぶレバノンの山地に住んでいた。これは彼らによってイスラエルを試み、主がモーセを通して先祖たちに命じた命令にイスラエルが聞き従うかどうかを知るためであった。あ、すみません。ここで、うん。神様が、 違法の民をイスラエルの神様が違法の民を残されていたということを書かれているんですね。イスラエルの民はこのイエス神様をですね唯一とするそのような者たちではないその違法の外国の神に頼る外国の民をそのイスラエルの民の近隣に置かれていたわけなんですね。なんでそこにまだ 残しておかか、れたのか、ま、なんで敵がまだ日本の民がそこにいたのかそれはこのイスラエルの民を試すためでしたイスラエルを試みるためでありとありますただイスラエルの次世代の者はまだ戦いを知らない者たちに戦いを知らせるためであった4説これは彼らによってイスラエルを試み主がモーセを通してスナたちに命じた命令にイスラエルが聞き従うかどうかを知るためであった イスラエルのためにここで試練があるわけなんですねそれはこのイスラエル以外の異国の民が近くにいっぱいいるということですねでその彼らの存在によってこのイスラエルの民が本当に神様に従うのかというのをテストされていたわけなんですね試練それは私たちの人格を整え私たちを試します 私たちがこの人生の中でたくさん直面する問題や課題にどのように対応するかで私たちが神様に信頼しているかどうかそれを見分けることができます神様はこの試練を用いてイスラエルの民が神様に聞き従うかどうかを知ろうとなさいました私たちが生きている時にいろんな困難が起こる時神様は私たちを 訓練しまた私たちが神に危機したかかどうかチャレンジしそれを見ておられるんですね神様は私たちを決して誘惑なさるお方でもないですし私たちをいつも良いもので満たそうと思っておられるお方でありますしかしそれと同時に愛するものを懲らしめ愛するものを訓練しまたさらに良いものを与えるために成長させるためにその時々に応じて 私たちがが乗り越えるることができるそのぐらいのレベルの問題をいつも私たちの成長のためにですね愛するゆえに置かれるわけなんですね例えば親に子供が生まれて赤ちゃんが生まれた時に赤ちゃんはずっとずっと離乳食を食べているというわけではないわけなんですねある一定の時期から離乳食から離れある一定の時期から普通の食事に 移行していくわけですまた赤ちゃんはずっとハイハイ初めは寝ていてそのうちハイハイになってそのうち立ち上がりまたそのうち歩き出すわけなんですねそして走るようになるそのように私たちも初めはハイハイのようにまた離乳食のようにベイビーかもしれないでもそのうち神様は私たちをが成長していくことを願っておら,おられるんですね 親が子どもの成長を喜ぶように神様は私たちの成長を喜ばれますそれに応じてですね私たちは時々に応じてさまざまなチャレンジがありますしかしその時にですね私たちはこの聞き従うということをチャレンジされているわけなんですねイスラエルは主がモーセを通して先祖たちに命じられた命令にイスラエルが聞き従うかどうかを知るためであったと イスラエルのの民が神様の命令、それはモー想の立法ですけれどもそれに従うかどうかというのをはめされみ言とにそのモー想の御言葉に生きることモー想から与えられた神様の言葉に生きることを神様は願っておられたそれと同じように私たちがどんな人生の困難に直面したもしてもどんな時でも私たちが御言葉に従って生きるということを神様は私たちにチャレンジしておられるわけなんですね 本当に許したくないような人を許すことかもしれない本当に愛しにくい人を愛することかもしれないまだ自分が思っているようにうまくいかないかもしれないあでも神様が願っておられる歩み方それは聖書に記されています私たちは許し愛し祝福し使えていく生き方ですねそのように選択し続けていく本当に困難苦難がある時に私たちはその時に諦めたり投げ出したり すするのでではなくてですね私たちがその機会をですねチャレンジを苦しみを喜んでいくということそれが神様が私たちに願っている信仰の歩みであります少し聖書を開けていきたいと思うんですけれども「えー、ヤコブの手紙の一章」2節から3節ヤコブの手紙の一章」2節から 読みします私の兄弟たちさまざまな試練に遭うときはいつでもこの世もない喜びと思いなさいあなた方が知っているとおり信仰が試されると忍耐が生まれますその忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますえー、ヤコブはですね 神の家族に試練に会うとき、それをこの世もない喜びと思いなさい、ということをですね、教えるわけなんですね。私たちが本当に人生の中で困難に直面するときに、試練に会うときに、いや本当にもう悲しかったり、辛かったり、もう無理って言ってですね、投げ出しそうになるときがあるんですけど、も神様が私たち願っている態度というのは、その試練に会うときに、 本当にしよう。この資料を感謝します。と、この資料を喜びます。と言ってですね、私はそのように祈ること、またそして信仰が試されている、その時に忍耐していくこと、それを神様は願っておられるんですね。愛しにくい時に愛することができるようにしてくださいと祈っていく。許しにくい時、許させてくださいと祈って、許していく。使えるのが難しい時に使えさせてくださいと祈り、使えていく。 私たちが成長すればするほど神様は私たちの信仰を試されるんですねあそしてそれは忍耐を必要とします本当に大変な時がある本当に辛い時があるあでもそれでも見心を選びますと私たちが主に信頼していくそしてそれを完全に働かせるようにと死を励ますんですね信仰が試されるそしてその忍耐を本当に完全に働かせていく そのようにしたいいと願いますそうすればあなた方は何一つ欠けたところはない成熟した完全なものとなります神様が私たちに願っているその生き方はその姿は成熟したものです完全なものです私たちが神様に信頼して完全なものとして生きていくあそれをですね神様は私たちに願っているこの完全成熟というのは大人になるという意味ですよね私たちが子どもの ベイビーの歩みじゃなくて私たちが本当に大人になってキリストになって成熟したものとして歩んでいくそのために私たちはこの試練を歓迎していく試練を喜んでいくその必要がありますなので本当に試練を喜ぶものそのように成長していきたいなと願いますまた、えー、イスラエルの民はですね残念なことにこの試練をに対した時にですね彼らは この神の言葉に聞き従わず偶像の神々をしてなかったわけなんですねそしてその偶像に仕えていきましたその結果イスラエルの民はですね苦しむことになるんですね12節イスラエルのらは死の目に悪であることを重ねて行った 主はモアブの王エグロンを強くしてイスラエルに逆らわせた。彼らが主の目に悪,を行う悪であることを行ったからである。エグロンはアンモン人とアマレク人を彼らのもとに集め、イスラエルを攻めて打ち破った。彼らはメヤ足の町を占領した。こうしてイスラエルの子は18年間モアブの王エグロンに仕えた。神様に従わない結果、イスラエルの民は他の国々に攻め、 打ち破られ、そして他の王に仕えていくわけなんですね苦しみを通るわけなんです私たちはどうでしょうか神様に聞き従っているでしょうか聖書に従っているでしょうか御心それを御言葉として悟っているでしょうかどうでしょうか本当に私たちがですねどんな困難にあってもいつも御言葉を読みそしてそこから神様の心を悟りそれに聞き従う。 そののようなものでありたい。それに願いそ願ます。でもそのようなですね神に背くイスラエルに対して神様は放っておかなかったわけなんですね15節イスラエルの子らが死に叫び求めた時死は彼らのために一人の救,出救助者を起こされたベニヤミン人ゲラの子で左利きの絵筆である イスラエルの子らが神様に叫び求めたときそのときに神様は救助者を起こされました私たちもですね神様に叫び求めていくときに私たちの人生の中で神様が助けてくださるそういう救助者を起こしてくださるんですね彼らがしたのは神様に叫び求めるということでしたまた9説戻るんですけどイスラエルの子らが死に叫び求めたとき死はイスラエルの子らのために一人の救助者を起こして彼らを救われた それはカレブの道徳ケナズの子オテニエルであるまたこのエフデの前にはですねオテニエルが現れたそれもイスラエルの民が神様に叫び求めた時でありましたこんな神様に背く民であったのに神様は見捨てなかった神様を愛していた私たちはたとえ神様に従えないことがあっても神様は絶対見捨てないでくださるお方なんですね 私たちが呼び求める時立ち返る時神様は助け恵みを添えてくださるお方ですでもこの時に本当に主に叫び求めた時にそのような助けが与えられていった私たちは神様に求めるということそれを本当に大切にしていくべきなんですね私たちは神様に祈り求めるなら神様に助けてくださいと願うなら神様は私たちを助けてくださるそのようなお方です なので今日もですね、あ祈る時間、ぜひ咲いていきたいと、あぜひ咲いていただきたいと思います。本当に神様に祈る時間を作り、そして神様に助けを求める、どんな人生の問題、課題、まだ自分の関わっている働き、仕事、ミニストリー,あー、人間関係、どんな領域においても神様に求めるとき、神様を助けてくださいと、エリくやって願うとき、神様はそれに応え、 神様は助けてくださいます。今日もですね、本当にどんな困難の中にあっても、チャレンジの中にあっても、試練の中にあっても、喜び、私主に求め、神様の恵みの中を歩んでいきたいなと願います。では一言祈ります。神様感謝します。本当に神様、あなたが一緒やな民を敵を通して試されました。すぐにあなたは私たちの人生の中で、あらゆる問題、環境を通して、私たちの信仰を試して、 くださっていますしかしその時に私たちが本当にあなたの御言葉に聞きあなたの御心を悟りあなたの御言葉に生きていくことができるように聖霊様は助けてくださいそして本当にいつもあなたに先を求めていくそのようなものでありますようにあなたに先を求めた時にあなたがラエルためを救われていきました私たちもあなたに求める時にあなたが作ってくださることを感謝しますいつもあなたを呼び求めあなたに求めるもの そののようなもさしてください。この話を見てください。一人一人の上に、神様の恵みと祝福があふれますように。感謝して、お目当てになります。アメン。アレリア感謝します。神様の祝福があいたかになりますように。シャローン。